篠崎浅間神社は、東京都江戸川区上篠崎にある神社である。浅間神社の一つ。当社は、天行元年5月15日に創建された、江戸川区内で最も古い神社である。上平2年に、下佐国未仙からこの地に移住してきた、未仙左な非神人が、初代偶司として仕えた。天行3年、平野正門が関東において、異を唱えると、 平ら盛が乱を鎮めるために派遣された。さ盛はま門が降伏するように祈願し、当社に霧島神社を祭り、近平と弓矢を剣じて、文を祈った。当社には、村上天皇のご主権、御花園天皇のレンガなどの宝物が収められており、平安、鎌倉期より、当社の崇敬が、ことのほか扱ったことが伺える。江戸時代に入ると、 江戸や近郷からの参詣者が増え、校舎も組織されたという。明治時代に入り、江戸川区の神社で唯一校舎になった。以降、明治から昭和にかけても、たる人神道の神学、三条内大臣、藤原阿村の神学、犬飼い武元総理の被などが奉納されるなど、多くの熱い数計が寄せられた。また現在では隣接して、浅間幼稚園がある。出典 公式サイト当社は、上り祭りが有名であり、昭和56年には、江戸川区指定向け民族文化財に指定されている。重さ1トン以上の上り10本を掲げる祭りである。ありがとうございます。